女子高生が、岡田斗司夫にハマってるんだよね。えー、えジブリ版ひろゆきみたいな人でしょうというような会話をしているのを聞きました。どの辺を目指してますかと言われると、真面目に答えるとです、ね、で〇〇が一番いいですよ。<laughs> 羨ましいですよ。次、ゆずのきさん。女性20代ですね。ね、えー。岡田先生、こんにちは。私は漫画やアニメ、本や映画が好きなオタクの女子大生です。 素晴らしいオタクの調子です、ね、最近めっきり減りましたからね、えー、以前「映画を早送りで見る人たち」という本の中で「最近の若者は話題共通のために、話題共有のためにだコスパのいいアニメや映画を見るのだ」とおっしゃっていられましたその話にとても共感しました私の周りの子たちはたくさんアニメも見るしグッズも買いますでも考察をしないのです。 私はアニメや映画の考察や自分が感じたことを話し合いたいのにその話をしようとすると「へえ」とか「そうなんだ」と一言返ってきてき話が終わります。おアニメや映画をコンテンツとして消費する若者がほとんどで作品として楽しみたい少数の若者はオタクらしく部屋で1人で考察して孤独に楽しむしかないのでしょうか。 彼ら彼女らとこの面白さ、楽しさを分かつことはできないのでしょうか。岡田先生はどう思われますか。ああ、柚之木さんの文章、ちょっと難しくて、ちょっと、使い使いになっちゃいました。すいません。一ヶ月ぐらい前に、その知り合いがフェイスブックで書いたんですけどね。関係ないけど、話しておきますけど、フェイスブックってね、実はやった方がいいですよ。あのフェイスブックって、新聞とか雑誌に変わるぐらい。実は知識や教養を取り入れるのに便利なメディアなんですよ。なんでかっていうと。 そういうおじさんとかおばさんばっかりがやってるからですね。人に一言言えるぐらいのポジションとか知識を持っている人間がやってるからです。だから無理やりそんな人らの友達になんなくていいんですよ。もう見るだけでいいからあれ見たらですね。まあなかなか僕はあの雑誌とか全然買わなくなったのはかなりフェイスブックで面白いなと思った人をフォローするだけで知識とか仕入れられるなっていうふうに思ってるからなんですけど、まあ関係ないや。 でそのフェイスブックで1か月ぐらい前に人の日記というかです、ね、その近況で読んだんですけどもあるあの大学教員がです、ねえー、アンケートを読んでびっくりしたと、まあ、学生のアンケートびっくりしたで学生にです、ね、授業でちょっとここ嫌なとこあるのかと教えてくれみたいなアンケートだったそうなんですけども、えー、学生の答えの中にです、ね、かなり多くてびっくりしたのが、えー、授業で知らない話ばかりされて腹が立つというのがあったというんです、ね。すすごいですよ。 大学の授業だから自分の知らない話ばかりで知らない話ばかりだったら得をするではなくて腹が立つっていうふうに言われたんですねでつまり自分の知らない話をですね大学教授が得意げに話してるに聞こえるとそれはマウントを取られたというふうに感じるそうなんです。でこれですねその柚の木さんの、まあ、周りの人も多分似たような状態にあるのかも分かんないんです。つまり なんでブログがは行らなくなって TikTok とかインスタになったのかっていうと見てわかる一目見て共感できる以外のというか一目見てわかる以上の理解力を求められると腹が立つ人が結構増えてきたからなんですね。 だからあのアニメや漫画の考察っていうのは理解されにくいと思います。これ僕自分がやっててですねあのそれは実感しますよ。偉そうというふうに言われるんですけど偉そうのつもりは全然ないしもしそれ言うんだったらいや俺偉いからって思って言ってるので <laughs> まあしょうがないんですけどもですねそのだから柚木さんがなんとかこの 自分の考察とかこういうふうな記事読んだんだけどこういう解釈もできるすごいと思わないっていうのを友達とどうしてもしたいんだったらねイケメンの 考察師ってこういうなんかアニメとか映画とかこういうのの考察する人最近は分かり手っていいうふうに言うらしいです。つまり歌い手とか踊り手と同じようにその作品を分かるっていうふうなことを実演する人たちのことをもともとはそのニコニコあたりのネットスラングで,です、ね、どちらかというとネガティブな意味だとそうですね、えー、分かってる風な口を叩くっていうのを分かり出ていったらしいんですけど最近はその意味のネガティブさが薄れてしまって 踊り手歌い手と同じように分かり手っていうのを使う場合もあるそうなんですけどもそういう分かり手の中でもイケメンの人を探してですね「あのイケメンがこう言ってたよ」というふうに一回バウンドさせるんですよイケメン側に。 でもしあの女の子の分かり手が見つかったんだったらあの可愛くが行ったらしいよというふうにバウンドして話すすんですね。つまりアニメの考察を話すんではなくてアニメの考察をです、ね、あ,いあの人が喋ったらしいよというふうに例えばそのジブリのやつだったらあジブリじゃないディズニーの考察とかだったらディズニーの考察とか割と語りたがるジャニーズの人とかいますよねそういう人の人に一回バウンドさせるんです。 で、あの人が語ってたって言うとイケメン話話ににななるるんんでですすよ。よ。女の子話になるんですよそうやってバウンドさせて話すとイケメンの噂話可愛い女の子の噂話になるのでみんな聞いてくれると思うんですよね。でまあまあ,あの僕がイケメンならですね君にそんな苦労をかけなくて済んだんですけどもすまんっていう話ですよね。そこぐらいしか 普通の人との接点というかな興味を持たせる方法というのは実はねないとは思いますここら辺に関しては。 え次です。女性10代、えー、評論大好き大学生、まただ評論大好き大学生。こんにちは、いつも楽しく視聴させていただいております。最近向こう側遊園地へ行く電車内で女子高生が岡田斗司夫にハマってるんだよね。えー、ジブリ版広いきみたいな人でしょというような会話をしているのを聞きました。私は広いきよりは養老竹に近い考えだし、やってることは美術解説の山田五郎氏に近いだろうと思いつつ電車を降りました。 一方で大学の私の友人は岡田さんのことをキングコング西野さんのようなオンラインサロンで儲けてる一味だろうと <laughs> オンラインサロンで儲けてる一味 <laughs> と言ってました、えー。登録者数100万人近い現在岡田斗司夫先生はどのような存在を目指しておられますか。あとビジュアル面ではつくし明彦先生や宮崎駿先生のような髭もじゃの姿が見てみたいです。 あ,あのひ髭もじゃ問題から言うとね僕あの生まれつき体毛めちゃくちゃ薄いんですよちょっと長袖だけど出るかなわかりますかえっ、ー、とね 全くないんですよ。ですね。毛も全然なくてです。ね。つるつるなんですよね。もうこれも子供の頃からですね。多分、男性ホルモンが人より少ないんだと思います。なのでヒゲもじゃんにはならないんですよね。どうやってもヒゲはボソボソ生えるんですけども、まばらであんまりですね。その。 かっこいいい生えないんですよ。どちらかというと貧乏くさはひげしか生えないので、まあ、まあ剃った方がいいんですけどもですねで「どの辺を目指してますか?」と言われると真面目に答えるとですね羨ましいですよあの山田五郎先生のチャンネルでゲスト出た時にやっぱり出てきた時に大爆笑したんですけども三浦淳って勝手なことばっかり言うんですよ。 で仏像のファンだって言いながら仏像のことを語るって言って仏像の絵をいっぱい持ってきてるのに仏像が好きな俺こんなにかわいいとか仏像が好きな俺こんなに素敵って話を1時間して時間なくなって山田ごに怒られてるんですけどもあんな風になりたいといやもう十分それに近いんですけどもあれが理想ですよね。 儲けるのは本当に得意じゃないし、多分そう、儲かったら嬉しいんですけども、儲けることは好きじゃないんですよね。結果は好きだけども、そのために努力するっていうことは思いつかないし、あんまり出来もしないんですね。だから売れてますという感じでテレビに出たりもしないですよね。それでテレビに出てもですね、そのテレビの告知力とか知名度が上がるっていうのはバブルだと思っているんで,です、ね。あそこで。 あんまり上げても、テレビって本当に売り出し中の初期に出るものであってもしくは自分がすごく売れてる時に一瞬だけ出れば十分なのであって出続けることはもしくは出続けようと努力すること年に1回出ようとしたり半年に1回出ようとしたりすることはなんかバブルを膨らませることにしかならないと思うのであんまりやんない方がいいと思います。ということで三浦潤ぐらいが一番いいなと思います。